女性の皆さんからいただいた質問にお答えする Q&A コーナー今回はいろいろ勉強してもとにかく片付けられないというお悩みをお持ちのまちこさんからの質問です、はい、山下先生よろしくお願いしますはい、こちらこそお願いいたしますはい、では早速マチコさんからの質問をご紹介します3年前に主人が亡くなりその1ヶ月後に一人息子が転職により県外へ 今は一人でで軒家に住んでいます相談は片付けられないこと2年前に整理収納アドバイザーに頼み一緒に片付けて大量に捨てた後は一人でなかなか進まない今年の夏ようやく2トントラック1台分を捨てたが続けてできていない休日にやろうと思いながら仕事から帰ってやろうと思いながらできないというかやる気が起きない 片付け方のコツがあるんだと思い整理収納アドバイザーや生前整理アドバイザーの資格も取り片付けられないメカニズムを作能的に落とし込んで理屈からせめてみてはいますが質問した方が気づきがあるかなと思いご相談いたしますという内容です、はい、いかがでしょうかう気持ちはよくわかりますうこう作能的に理、ねえー、理屈を理解したらできるんじゃない,かいやいや残念ながら真知子さん 片付けに対しての気力体力がないわけですよね、うん、なぜ気力体力がないのかっていうことをちゃんと踏まえる必要がある、うん、これはいくら資格を取っても、うん、理屈で攻めても、はい、その資格にもその理屈にも、はい、自分自身がなぜ気力体力が湧かないのかっていう考察が なかったらこれは無理ですよねこれは2つの問題があります一つはあまりに大量なものであるってこと人一人が亡くなったそして息子さんもね何らかのものを残していった一人でするには大量だあまりに多すぎるものに対して気力体力が湧くわけないですねまして体力がついていかないでも私が思うには真知子さんの問題は感情の方です。つまり感情が言えてない 寂しししいででょょやっぱりそううねなんとなくその事実だけが書いてあるんですけれどもこのご質問にはご主人が3年前に亡くなってその1か月後に息子さんが転職で同じお家に住んでたのかもしれないですけどいきなり一軒家に一人になっちゃった寂しいですよ誰だってその寂しい感情が癒えてないうちに取り組もうとしている。っていううのはある意味こ 溜め込むことによって自分を守ってくれてるものでもあるわけだよね、はい、確かに邪魔なもので必要のないものばっかりかもしれません、はい、でもそのものがあることによってそれで自分を取り囲むことによって自分をね守ってくれてる結局その寂しい時に近くに触れてほしいものって必要じゃないですか、はい、その役目を果たしてるわけ<ー>それを無理やり 早く片付けなきゃみたいに専門家を頼みやった。うん、で、人がいるときはいいですよ。うん、でもその寂しいっていう感情が言えてないんだから、はい、人がいなくなったら一人ではできないですよね。これ、うんうん、理屈じゃない。うん、この場合は感情。差能的に理屈で攻めたとしても無理です。二<ー>つの問題で無理なんだけど、物量が多すぎっていう問題以上に感情の事ですね。<ー>うん。 十分その寂しさを味わったら、あ、私寂しいんだ。だったら、もうちょっとこのもの、残しといてもいいよねって、こっちの方が必要だと思う。そうですか。ついね、短絡的に、そんなに、こう、や、寂しい感情を抱えていらっしゃるなら。どうしたら、その寂しさが言えるだろうかっていうふうにも考えてしまう。そうですけど、これは時間が必要でしょう。時間が必要。じゃ、あその時間が必要なので、ひょっとしたら。 あのご自身まだ自分が寂しいっていう感情を抱いてるってことすら気づいていない可能性もあるかもしれないですよねだからま,あまずそこに気づいて、うん、まあ今はじゃあそんなに無理してこう傷口をね、うん、か,かさぶたを引っぺがすようなことをしないでちょっと様子を見るというか。うんうんうん そうです。っていう、うん、時間を許していいんじゃないかっていう気持ちになるというか。ううんうん、あ私寂しいんだってね。うん、叫んでもいいくらいだよね。<ー>うん、だって、例えば、まあ、もちろんね、まあ、どういうご夫婦の関係だったかわかんないしてもね。はい、もう毎日喧嘩していた、あ、ね、ご主人でもいなくなれば寂しいもんですよ。そうでしょうね。うんうん、まあ、なんていうか、いがみ合ってさとしてもね。<laughs> でもね、うん、それが、ね、なくな。って だってすごい寂しいことですよそうですよね、うん、ででもたくさん残ったから片付けよう でましして一軒家でで空間が大きいいから余計寂すよねそうですね寂しいですよねだからねこんなに慌ててやる必要はどこにあるのかっていうのが私の感想ですよねでもきっとねその気持ちがどこか焦りがあるから、うん、もうこれだけの資格をお取りになってお勉強されて、ねねうん、人の助けまで借りてこんだけ捨てて、うん、でもでもやっぱり。 自分の一人の力でこう次がないっていうのはまあそれほどこ自分の心が疲れてらっしゃるし寂しい気持ちであるってことですね。うん、すねね多分ね、私は思うんですけど、えー、回復期とそれから充足期っていうのかな。うんはい、さらにこう進歩しようっていう、はいうん、その二つの時期があるんですよね。はあ、でまだ回復期なんですよね。はあ、で回復期に空間を自分の思うようにクリエイトしようっていうのはまだ。 無理だよね十分休んだらいいいと思ますよねなるほどじゃあそういう人間のバイオリズムっていうか人生の流れのそういうありますよね波のように揺らいでいて今自分がどういう状態なのかっていうのをそういった目で見てみてしばしね今の状況を自分に許してあげるようなお気持ちになることがとといいうこででよろしすかねそうですその通りです。 こさんいかかがでしたでししたょう,かこうスパッとした解決っていうのをどうしても質問では求めてしまいますがきっと山下先生もすごく深くお考えになって、うん、あえてスパッとした解決法をお答えにならなかったのかなというふうにお察ししますけれども私たち熟成全員にとってもねこういうのって誰にでもこの回復期と重足期ってきっとありますからね心に留めておきたいなと思いながら聞かせていただきました。はいはい 書籍家にいるのが好きになる断捨離スッキリ生活を本体無料送料手数料550円でお送りさせていただきますこの本はアマゾンや書店ではお買い求めいただけませんスマートフォンでご覧の方は下の概要欄からお申し込みくださいテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みくださいねお待ちしています YouTube をご覧くださりありがとうございます ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますさらにお得な情報はここからゲットしてくださいね